WWS チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、マルリです。いや、本当に渋谷でやるのは19歳の時に一人でやった時ぶりだったんですけど、その時は蔦屋前でやって、誰も本当泊まってくれなくて友達だったんですけど、なんかすごく心が折れた場所でもあったので、なんかそれぶりにこう一人でやって、まあ、もちろん告知もしていたっていうのもあって、たくさんの方が来てくださったので、ちょっとでも初めて見た方とかがこれからライブやるよって時に遊びに行ってみようかなとか、この曲いいなって思ってくれた方が一人でも多くいたらなって思いながら歌ってました。いや、結構その前の方の人たちはいつも来てくれてる方だったので、多分早めに並んでくれてたと思うんですけど、ほとんどちょっと知らない方とかがたくさんいたので、今日はちょっとなんていうんですかね、対バンライブみたいな感じの気持ちというか、ホーム、アットホーム、ホームでやってるってよりかは本当新規の方がたくさんっていうような印象でした。私の中では本当はみんなでこうもっとこう手拍子とかやろうかなと思ってたんですけど、まあ撮ってくれてたし、まあ奥の方も多分あんまり見えないのかなと思って、まずは今日はもう歌、耳だけでも楽しめるような路上ライブにできたらなと思って歌いました。と新曲は、ABC テレビのドラマ「株沢同人作家の猫屋敷くんは承認欲求をこじらせている」っていう、もともと漫画が、ドラマになったんですけど、そちらの主題歌として書き下ろした楽曲になります。結構こうドラマの出てくるこう主人公の人にこうフォーカスをして書いたものの、すごく自分にも当てはまるようなことがたくさん起きていたので、作品の中でなので割と自分のなんか応援歌みたいなところもあったりとかするので、あれを歌ってる時はよりこう笑顔でというか、みんなが少しこう癒されるような、そういう曲にしたいなと思いながら歌ってたので、なんていうんですかね、なんか歌聴いてってよりかは、なんかこの場を一緒楽しもうっていう気持ちで最後は一曲歌いましたね。はい、この曲自体たくさんこう歌詞の中に、君みたいな人になりたいっていうワードだったりとか、こんな毎日もう嫌だとか、ちょっとこうそうですね、言葉的にはネガティブな言葉もたくさん出てくる楽曲にはなるんですけど、でもそんな毎日の中で少しでも自分が輝ける時間とか、そういうのって、まあ、多分それぞれみんなあるんじゃないかなって思っていて、それを誰かと比べて自分の中にしまうんじゃなくって、なんかもう少しこうオープンにというか、自信を持ってキラキラと過ごしていってほしいなっていうような、そういうメッセージを込めさせていただきました。そういう方に、なんか少し自信がない方とか、なんかどうやって毎日過ごそうかなって少しモヤモヤしてたりする方に届いてほしいなって思います。そうですね、本当に今までで一番こういろんなことが起きた1年でした。私の中ではずっとやってきたユニットが活動休止もすることになって、でソロ活動が始まってメジャーデビューもしてっていう、結構なんですかね、自分の中で想像していた2022年とはまた違った1年ではあったんですけども、新しい挑戦もそれこそめちゃくちゃしているので、準備の期間っていう感じだったのかなっていうふうに思うので、来年はそれが花が咲くように、残りの2022年も精一杯やっていきたいなと思います。まだまだマルリとしては始まったばかりで、試行錯誤しながらこうやっている中ではあるんですけども、いつも応援してくれてるみんな、そして新しく知ってくださった皆さんに、少しでもこうマルリという存在がなんか日常の中になんかこう入っていければなって思うので、歌だけじゃなくて SNS とかもいっちゃってるんで、そばにいさせてください。お願いします。